あ。どうも皆さん、こんばんは。こんにちは。というわけで、揃えてきました。ちょっとあんま文字が潰れてて見えないかもしれないんで、僕が見ていこうかなと思います。はい。まあちょっと右、左下見ていただいてですね、はい、まあ、ちょっと各自一時停止しながら見てください。ごめん、ちょっとね、3人分しか用意できなかった。すいません、3人分しか用意できませんでしたが、ジェムを取り揃えてまいりました。ごめん。だからシュルク、カルナ、ラインの3人分用意しました。一時停止推奨。はい、次いくよ。一時停止推奨。ちょ、文字化けというか文字潰れちゃってるかもしれない。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。行きましょう。まあ、こんな感じでジェム各種取り揃えてまいりましたので、行きましょうか。もう負ける気がしない。そんな感じ。行くか。おそらくそろそろ最終決戦なのではないかなと俺も思っているので、まだかもしれないけど、ポケモンで言うともう四天王クリアするくらいのレベルだから。なんということだ。ついに動き出してしまった。おい貴様、離すなよ。絶対に離すなよ。もし離したら、何やってんの。復権2万回追加だからな。はい、隊長。ノポンのノポンしか乗せれないはずのプテラノドンくんも乗せれるんだな、一応。さあ行きましょうか。飛行船を使って。すげえな。何なんだこの技術は。これがあれかな、鬼神と巨神の融合させた、どっちかっていうとなんかハイエンター族っぽい技術力なのかな。過去に昔作ったと言われる。さて行きましょうか。かっこいいね。あ、バネアさん。ごめんなさい。メーナス様の思いを遂げるにはあなたの体を借りるしかなかった。なのに感謝してるんです。そうそう、いやだからこうしてまた多分これはシルクたちと会えたんだ。ヒヨルン的には多分救われてるんだと思うんだよね。その今ボロボロになった体を機械化することによって復活したから。私に気を使ってくれてるのか、普段は眠っているみたいな。メイナ様いい人なんだな。これって不思議な感覚。一つの体に二つの心、こういう体験ってなかなかできないですよね。最終的にフィオルンとメイナス様が同化して、なんか それならいいの。なんか心を覗けフェイナスみたいな感じに ならないのか。大丈夫か。なんとなくわかるんです。この戦いが終わった時にメイナス様がどうなるのかわかんないよな。心のある場所だけもやがかかっているような感じ。その部分のメイナスさんの心覗けないんですよね。当たり前かな。誰だって秘密の一つや二つありますよ、ね、なんかあるのかな。まだただ明かされてない秘密が。どれだけこの世界のことを思っているのかはすっごくよくわかる。だから鬼神誕生秘話みたいな。まだ実はいくらでもこの体使ってほしい。フィオル、メーナス様は喜んでいると思います。あなたと出会えたこと。ええ、知ってます。まあ、その防衛軍、鬼神防衛軍もいるわけだな。体の周りにはファンネルたちがよく買いくぐれるわ。鬼神かっけえな。
ぱあの BGM じゃん、戦闘 BGM じゃん、鬼神のムービーで流れたの初めてかな。ちょっとあんまり記憶、そんな記憶してなかったけど。シルク、カリオン殿下から朗報だ。逃げた、連合軍の撤退が間に合った。よかったね。リガルは最小限に食い込んだ。フラグしか立ってなかったのによく逃げ切ったなって感じだけど。よかった、各所でも鬼神の攻撃に備えて避難が始まった。なんか普通にムービー中にこう、こうなんかこの BGM 流れてるといい、ね、俺たちもな、ゆっくり聞けるから。今度ばかりは負けられねえぜ。死の律動って言うんだっけ。今度は負けないもん。ごっか、ちなみにみんなの装備もね、ちょっとずつ変えました。戦力は大いに越したことはなかろう。なんかディクソンさんがなんかちょっとそいつは心強い。どうなんだろう。なんだよ、最悪俺たちが勝てない時の最終兵器を握ってるとかだったらいいんだけどね。一気に空気が熱苦しくなるんだよな。ロートル G とか言われてるじゃん。てめえには言われたかねえよ。まあでもディクソンさんがそんな変なこと企んでるなんてないよな。やめてくれよマジで。もうなんか結構いろんなゲームで裏切られてるからさ、まあ、裏切られまくっても俺裏切りになれることはできないから、そういうちょっと信じるわ。なんかモナドが効かなかった時の最終影響を持っていると信じて。すげえな。このムービーかっけえ、めっちゃ熱い、テンション上がっちゃう。いきなりなんかスターフォックスみたいな感じになったけど。すげえ熱い、熱い、熱くなってきたね。ついにここに入る。行くか。なんか BGM も相まってすげえかっこよかったな。さてまたダンジョンが広がって、なんかこれ時間ごとにちょっと動くとかさ。着いたようだな、みんな準備はいいか。床と天井が時間ごとに入れ替わるみたいな、そういうマップとかだったらやばいな。おいシュルク、どうしたの。迷うことはねえだろ。モナドは完全じゃない。今のエギルに通じるかどうか。アポなんとかってやつのことか。アポクリファなもん。俺たちが力を合わせりゃなんとかなるって。少なくともさっきの戦いでエギルの戦い方の癖は分かった。大丈夫、さっき大体勝ててたから。中枢はアポクリファの発生器とも直結しています。大体勝ててた。発生器を破壊できさえすれば戦いはずっと有利になります。そいつは本当か。そういうのはもっと早く言ってくれよ。ただまだもしかしたら。おいシュー、聞いたか。モナドさえ全開で使えるやつだって。気になるんだ。何が。エギルは僕がザンザだと言った。鬼神界を滅ぼした。なんかザンザもなんかすごい素直に消えたけどさ、その言葉の意味がなんかまだ眠ってる可能性はあるよな。そんなのお前を動揺させようとして普通にさ、おはようって出てくるかもしんない。言ったよね、いきなり。ビジョン最近見ないって。ビジョンを最近見ないってのはどういうことなんだろう。シルク自身が意識を集中させると感覚で、もうなんかその後に何が起こるの。いちいちタイムラグ開けずに未来が分かるってことだから。ビジョンも見ないで分かるってのか。そうだから、まあ、シルクの体自身がザンザになりかけてるって可能性も。ライン、君は右手で頭をかく。なんだよシュルク、冗談はやめろよ。何、どういう仕掛けになってる。右手で頭をかいた。気になるんだ。僕の力は鬼神界に来てから明らかに変化している。その力の変化の原因がやっぱ本来戦ってた戦場に舞い降りたから。ザンザがこのモナドを使って鬼神界を滅ぼしたという話が本当なら、僕はまあ何度も口ではね、そのシュルクのモナドを見つけるとは言っても、僕のやろうとしていることはどうしてもその正しいことなのか。体はついていかないくなっちゃう可能性もあるよな。さて行きましょうか。
いやなんかそれここから旅なのにシュルク脱落とか読んでない、シュルク脱落したらもう本当に だけモナドを自在に操っていたからてっきり大丈夫だと思っていたが、まさかお前の身に起こるとは。これあれダンパンさんが本当に大丈夫、引き手をやられた時の現象だよ。アポクリファの影響下であるにもかかわらず、かなり無理をしてモナドを使っていたのではないのか。たくお前ってやつは、いいか何度も言うけどな、なんかあったら黙ってないですぐ知らせろ。気合で跳ね飛ばしたわけですよ。だけじゃない科学技術を含めて全部だ、うん、ここでちょっとシルクに不安要素ができてくるのが嫌だな。最終決戦っていうところで気づかなかった俺の責任だ。最後の最後に一個足を救われそうな感じが。背中は任せろって。違う。さあ滅ぶがよいシルク、いやザンザよ。これはアポクリファのせいだけじゃない。まるで違う何かの力が。シルク、僕はどうなってしまうんだ。鬼神の中枢に入り込んだのはいいが、肝心のアポクリファ発生っていうのはどこにあるの。反モナドバがなくなったら力解き放たれちゃうんじゃない。モナドが今の状態じゃ壊しに行っていいのそれ。戦いが苦しいものになる。ちょっと押さえつけられてる状態でエギル倒しに行った方がいいんじゃない。シュルクの体の負担も計り知れない。じゃないと大変なことに何としてでも発生これ逆に壊しちゃいけないんじゃないかな。ちょっとあの先から抑え込まれるような圧迫感を感じる。もうあのさ間違いない、モナド解放して倒すんじゃなくて筋トレして倒そうぜ。ちょっとさすがにこれ以上モナドを解放するのはシュルクに何かが起こるかもしれないよ。大丈夫、その反モナドバ壊して大丈夫。むしろ抑えてくれてるんなら抑えてくれてる状態で、さっきの押してもいい。怖い。行くか。じゃあどこ行けばいいんだろう。進んでいきましょうか。反モナドバ、まあちょっとこの矢印通り進めば何かがあるかもしれないので、ちょっともうかなり正直カットして5分ぐらいでとどまってると思うんですけど、2時間ぐらいちょっと世界うろうろしてたんで、まあいろんな、まあ特に増えたっていうのはもうジェムぐらいだけど、かなりねそのいろいろかなり時間を費やしてじっくりと準備したので、ちょっとそれが生きることを願います。怖いなここ、もうこんなとこ開ける。うわ怖っ、ここ敵出てきた、落ちるぞこれ。ちょっと 見渡してみるか。これえなんかとんでもねえな。かっかっ、あこの輪っか見たことあるか。なんかやばいことになってるけど、進んでいきましょうか。アサギーよ、よくこんなとこ歩けるな怖くて歩けねえだろう普通。まあ散々今まで怖い経験してきたから、それに比べればってことなのかな。かこれ柵なしって、アポクリファ連絡今日はあ、ボスいるんじゃねえの。まガーディアンがいるだろう、大体こういうなんか場所には。やっぱりそうだ、モナドの力はアポクリファで封じられる前と変わらない。ん、いや以前よりも強くなったように感じられる。あの時見た巨神のモナド、このモナドとこのモナドと関係ないわけがない。だって君はもういないんだから。なんであの夢のことが今。もうザンザが死んだ瞬間に実はこの力がなくちゃエギルを止められない、迷っちゃダメだ、乗っ取られてたみたいな。鬼神を何とかすることだけ考えろ。もうザンザの解放を解いた瞬間から実はシュルクがシュルクでなくなってた説。その時はフィオルン、シルク、何考えてたの？
別に何も。言いたくないんだ。本当に何でもないんだよ。なかなか言えねえよな。あのね、シュルク、一人で抱え込むの辛くなったら言ってね。鬼神を滅ぶボス力が目覚めようとしてるっていうのを、私だけじゃなくてみんな、シュルクと一緒のもの背負うつもりでここまで来てるんだよ。そうか、そうだよね。そう、それにあまり無理をしない。さっきのことだってあるんだから。腕大丈夫？うん、今はなんともない、平気さ。おい、どうした？何かあったのか？ううん、なんでもない。やっぱフィオルは可愛いな。行こう。うん。シュルク、そなたは何？メリア様もなんか気づいてるんだけど、なんかそんな変わった？シュルク、そんなシュルク変わってる？何か変化がシュルクの中で、てかなんかやばいな、ここ。絶対なんかあの丸いとこ絶対ボスいるじゃん。絶対なんか出てくるじゃん。行きましょうか。セーブしてえな。あんまいっか、セーブは。はい、じゃあすいません、行きましょう。ちょっと今シュルクの体に何かがミリア様に気づかれるってのはやばいな。絶対なんか出るでしょ、ここ。この装置はまさか。アポクリファ8世紀です。よし、早いとこぶっ壊そうぜ。そんな簡単にぶっ壊せんの？こいつをぶっ壊せばシュルクも楽になるんだろ。おそらく、むしろこの状況下でここまでモナドを使えることは奇跡に近い。だってよ。本当に大丈夫なのか？うん、大丈夫さ。まだまだいける。バネアさん、いけるとかって意味じゃないんじゃない？制御中枢はここの直上、あと少しです。始めたってこと、鬼神が。なんだって。そうよ、待たせたな、小虫。小虫って。ああ。大変、総員大変。ああ、ガラハド、ガラハドなんとかじゃねえ、なんだっけ、なんとか山がなくなっちまったバラク切断。やりやがったな。鬼神の攻撃だ。この感じ、巨神界のどこかにぶち当たったに違いない。鬼神に攻撃すればするほど、モナドも生き返ろうとするんじゃない？どんどん真の力を解放しようとしちゃうんじゃない？何だこいつ。反モナドバそのものが敵なの。シールドバリア、何これ。アポクリは8世紀と戦うのかよ。なんだこれ。ちょっと待ってね、エンチャント使わない、あの武器変えたんで、ちょっと全員にエンチャントかけたい。え、これいけんのこれ。おい、あーでも普通に攻撃が通るな。なんか嫌な予感ですよね。何してくるか分かんないけど、まあ、ちょっと今攻撃 してみるしかない。どうしよう。え、これ攻撃大丈夫かな。モナバス撃っていい？レーザー撃ってきてるけど、こいつバックフラッシュ、シャドウアイ引け。よし、いた。あ、俺も向いちゃった。ちょっとね、あのラインにエンゲージを使う、あの覚えさせてみたんで、かなりヘイトは取りやすくなってるはず。ほい、よいしょ、いいね。なんかやられた今。こいつ何をしてるのかがよくわかんないんだけど、モナバス撃っちゃっていいか、これよくわかんねえ。なんか連携きた、いいね。
っちゃうか。あ、よかった。多分今なんか変な技使われたけどどうにかなった。戦闘取れんのこいつ。あ、取れる。転ばせて大丈夫なのかな。なんか最後にこいつ大爆発とかしてさ、みんな死ぬとかやめてね。即死級の技を最後の最後に打ってくるとかさ、そういうことしないで。はい、俺もちょっとリフティングシェイカー打ちましょう、うん、でライン結構技増やしたんだけど、このソードパイル射出するやつ一撃ダメージの高い攻撃、これを覚えさせることによって火力を出すことができるようになりました。ちょっと待ってね、まあ回復はしてくれるべ。ほい、なんか変な音が聞こえるけど、いけ、もう一回、もう一回気絶。よし、まだ終わらせねえぜお前。まだ続くべ。ほい、であのスキルであのこの絆が成功した時に、突破スキルなんか成功した時のゲージ増加量を増やすみたいなやつを入れてるから、かなり戦いやすいと思います。どうする、まあちょ点灯取れるんなら点灯取っていこうか。おい、なんか普通に格上だけど倒せそうだね。特になんかヤバい攻撃してくるわけでもないし、ヤバい攻撃あんのかな。どこ向いてんだこいつ、ん、こいつどこ向いてんだ。あ、オッケー、いいね。え、これでモナドの力解放。止まった。壊れただもん。ざまあ見やがれ。気軽に壊してよかったのかなーっていう。シノブ、おい、なんて書いてある。すげえ。今まで押さえつけられて今まで通りだったってことは、モナドなのか。そう、成長が分からなかったってことだよ。みんなが気づかない間に今なんて漢字書いてあった。やれるぜシルク、真ん中に。これならエギルだって。大丈夫か。ほらメリアずっとなんか気づいてるんだけど何かに。急ごう、エギルを止めなくっちゃ。まあだからあれだよ、あのいい感じじゃねえか。やれるぜこいつは。当然だね、そうなるようになってるんだから。ふっ、ちげねえ。あなたたちは何が望みなんだろう。流れのうちにいる間はね。しかしここから先はわからないよ。アルビースがさ、もしザンザ側の人間だったら、もうどんどん解放してよってなって、だったらやばいけど、どうなんだろうね。サイクロン、なんか覚えた。アーツ、普通のアーツかこれ。ん、モナドアーツ。あ、違う、まあモナドアーツ。ん、モナドの力を極限まで高め、一気に叩き込む、自分を中心に円形、タレントゲージ大、崩しヒット時、え、点灯技使えるようになっちゃったいいの、え、なんかシュルク一人で点灯させれるようになっちゃったよまあその一発目がどうせあれできなきゃ意味ないけど、なんだっけ、あの一発目を崩しが入らなかったらできないけど、え、いいの、いいのかこれ。なんかもう自分自身で点灯させれちゃったらもうそれだけシルクがやべえやばいってことを表現しようとしてる力なのか。これは今のシルクがいかに誰も止められず力を解放しようとしてるのかみたいな。来たか小虫ども。エギル、今すぐ鬼神を止めるんだ。巨神界と鬼神界、必ず共存の道はある。僕たちが争う理由なんてない。私にはある、言ったはずだ。こいつは取り憑かれてるから。なんだ、見て、巨神界が。この鬼神のうなりは我ら同族の怨嗟の声だ。
何人かな。この一撃で何人が潰れたか、何百人、いや何千人かもしれんな。エギル、貴様、兄様、もうやめて。このままでは巨神が再びあの悲劇を繰り返そうというの。そうなる前に立つ。我らの呪縛を、世界の全てを。メイナス様は、あんたがそれをやったらまた巨神がお前に復讐しに来るんだぞ。まあだから復讐しに来ないほどまで叩き潰すってことを言ってるんだろう。娘のうちに隠れ住むようなものはもはや我らの神ではない。そう、もはや神などいらぬ。この世界にはエギル、あなたは来い、シュルクよ。でもなんかシュルクの力的にもエギルが敵じゃなくなってる可能性が、なんかシルクが戦ってる敵はエギルなのだろうかっていう、ちょっとそういう不安感があるんだけど、大丈夫なのかな。こいつがラスボスなのか。このエギルを倒した時に俺たちの物語は終わるのか。いくか。どうやって攻撃するのかな。あ、背後が取れねえ。どうすんのこれ。ちょっと待って、こんな狭いとこで戦わなきゃいけないの俺。嘘だ。